still shaking! Still shaking!この訓練は南海トラフ巨大地震が発生したという想定で、大分市にある英語を学ぶ保育施設が行いました。これまでは3階建ての施設の屋上が避難場所でしたが、保護者からの声などを受けて、今月から近くにある警備会社の協力を得て、5階建てのビルの屋上に変更しました。地震が終わったら、こうやって歩いて、早く逃げて高いところに避難する。安全に完全に避難が完了するよう、我が社も最大限の協力をさせていただきたいと思っております。今日の訓練ではおよそ50人の子どもたちが10分ほどで避難することができたということです。